はいどうも、なおちんです。さあ今日も妖怪ウォッチプニプニをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行くね。妖怪ウォッチプニプニを開始して2週間が経ちました。で、2週間経った報告なんだけども、お金稼ぎがめちゃくちゃ楽になった。ちょっと前まではね、お金稼ぐの結構苦労してたんだけども、1回の戦闘で、まあ多い時は7000円、平均でも5000円以上はお金をね、入手できるようになったのよ。これなかなか俺の中ではすごい進歩なんだけどね。まあもっといい稼ぎ方があるのかもしれないけども、今日はその稼ぎ方を見せます。こういう風にやってますね。で、パーティーがこれ。まず、アースウォーカーノアです。必殺技レベル5。で、G のレベルが2。で、スキルが4。だね。そこそこ上げた。で、マゼラタイタン。マゼラタイタンはスキル1。で、G 技も1。必殺技だけ3。で、そして、お松だね。お松は必殺技3の G1、スキル1。で、シャイニングボーイ。スキル1の必殺技3。で、ザ・バイパー。レベル4、必殺技がね。で、スキル1となってます。まあ、これで戦って、かなり入手できるようになったんで、まあ、一回どんな感じかやります。とりあえず全員の必殺技を貯めて、で、G 技までいける人は G まで貯めたのよね。で、それで、アースウォーカーノアを繋いで、発動させる感じかな、フィーバーを。こういう感じでやってます。で、全部のバフをかけた後に、アースウォーカーノアで、叩いて大きくするでしょ。で、そしてマゼラで、こうなったらば大きくして、もう一回ネコスカドライブを入れる。こっからは結構運になるんだけどね。結構ここからは運が絡んでくるんだけども、うまいこといけばすっげえ、まあ、うまいこといかなくても、かなりの点数いくようになったんで、楽かな。あ、今回はうまくいかなかったけど、こんぐらいは、コンスタントに出せるようになりました。で、お金が、5,564 か。うん、2週間でここまでなったっていうのは、どうなんでしょう。俺的には結構ね、この、数字がいっぱい出るんで気持ちいいんだけど、まあ、もっとね、なんかやり方があれば教えてほしいです。まあ、とりあえず、1回でこれぐらい入手できるようになったんで、ガチャもね、バンバン回せるようになったのよ。で、そのガチャで回して、必殺の秘伝書か。あれもね、いっぱい出せるようになったんで、まあまあ、そんなにいっぱいも出せんけどね。20連回して1冊ぐらいしか出ないけど、それで、まあ、レベル、必殺技レベルを今、ガシガシ上げていってる途中です。これ、スキルレベルってさ、なかなか上がらないよね。お、今回金めちゃ出たな。スキルレベルは、多分イベントで2冊ぐらい、しか入手できないでしょ、あれって。あ、何も出なかったな。うん。なので、今は、こういう感じで、お金を貯めて、ガチャを回して、必殺技レベルを上げるっていう作業をよくやってます。はい。まあ、もうちょっとこうした方がいいんじゃないっていうのがあれば、教えてください。はい。ではですね、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。